南の出場のモナコさん、パリ・サンジェルマン相手に勝利。滝干渉か。ネイマールとの格付けは済んだな。滝様のお通りだ。ドリブルで持ち上がる惜しいシュート守備でネイマール完封。決定機外しがやばい、相変わらず退場者出たラッキーゴールが最初で最後のゴール。エンボロ神のパス無駄に仕上がって、あそこに走り込めるのが滝の良いところなんだ。こりゃ次以降は滝面安定だな。エデルは安心してスペインで裁判しに行ってくれ。滝ですら途中出場なら前に出ようとする、三笘も途中出場ならもっと仕掛けてた。滝は動きが軽くて周りの選手より 1.5 倍速に見えるんだ。今日はドリブルの一歩目が早かったな。モナコ2位浮上。滝のおかげで優勝も視野なんだ。やっぱ日本の10番は滝だな。ブラジルの10番をやっつけた。普通に水戸より滝の方がキレあったの。草こんな状況初めてだわ。今日の活躍で3月の代表も引き続き10番だな。